トベの公式 YouTube チャンネルの生配信告知が、平野市洋ファンの間で再始動の匂わせとして話題沸騰中。滝沢秀明氏が設立したアーティスト事務所トーペイトベの公式 YouTube チャンネルが、トーベチョン DNA02 と題した生配信を7月7日午後7時より行うと告知。 一部のファンの間で、滝沢氏のソーシャルメディア投稿や言葉選びに含まれる匂わせが話題となっています。特に、滝沢氏が公開したシャシ真アというツイートや配信中の言葉が、平野氏用と神宮寺勇太の再始動に関連づけられ、ファンたちの期待を高めています。この記事では、戸部と平野氏用にまつわる匂わせ疑惑について詳しく探求します。 飛べの新たな展開、飛べは7月7日の生配信で元 V6 の三宅県の活動再開を発表しました。この発表から一部のファンたちは同日の配信において、平野市耀と神宮寺勇太の再始動情報が発表される可能性に期待を寄せています。事務所の新たな展開については、ファンたちにとって待ちに待った瞬間となりそうです。 滝沢秀明氏のシャシアー、ツイート滝沢秀明氏が7月4日にシャーシャーという言葉と共に7月7日の生配信ページへのリンクをツイートしました。このツイートはファンたちによって匂わせと受け取られており多くの人々がその意味を解釈しようとしています。なぜシャシアーという言葉が注目されているのでしょうかシャシアーとーキングの関連、シャシアーという言葉は ペルシア語で王、キング、を意味します。このことから、一部のファンたちは、シャシアーのツイートが、元キングピンス、以下、キンプリ、の平野仕様と神宮寺勇太に関連しているのではないかと考えています。このような新読みは、ファンコミュニティ内で盛んに行われ、期待が高まっています。ごちそうさまとファブリーズ発言、滝沢秀明氏のにおわせ疑惑は、シャシアーだけに止まりません。 滝沢氏は最近の生配信中にごちそうさまやファブリーズといった単語を使用したことがファンたちに注目されました。なぜならこれらの単語は平野市用と関連付けられているからです。ごちそうさまの決め台リフごちそうさまは昨年10月期の連続ドラマクロサギ TBSK で平野市用が演じた主人公がよく発する決め台リフでした。 ファンたちは滝沢秀明氏がこの言葉を使用したことから、平野仕様の再始動についてに追わせているのではないかと考えています。パブリーズと平野の CM 出演、一方で、パブリーズは、平野仕様が現在 CM に出演中の消臭スプレーの商品名です。 滝沢秀明氏がこの単語を口にしたことで一部のファンたちは再び平野の再始動を匂わせているのではないかと考えました。滝沢秀明氏のソーシャルメディア投稿、さらに滝沢秀明氏がソーシャルメディアで投稿した写真にも匂わせの疑惑が浮上しています。3日に滝沢氏がインスタグラムにバヌアツの山の写真を投稿すると、 複数のファンが紫色の空に反応しました。なぜなら、平野耀と神宮寺雄太は金プリ時代にそれぞれシンクとターコーイズブルーというメンバーカラーを持っており、これらを混ぜ合わせると紫色になるためです。このような新読みはファンたちの間で盛んに行われており、滝沢秀明氏の投稿が何を意味するのかについて熱心に議論されています。 滝沢秀明氏の飛べの生配信告知 SNS 上での発言、投稿された写真には、匂わせと受け取られる要素が散見されます。これにより、平野紫耀と神宮寺勇太の再始動を待ち望むファンたちの期待が一層高まっています。7月7日の生配信には何が発表されるのか、ファンたちはますます興奮しています。今後の展開が注目されるところです。